田村久造は、日本の海軍軍人、海上保安官、警備官。機雷専門。最終階級は、海軍大佐、警備官。栃木県出身。田村徳義の三男として生まれる。栃木県立栃木中学校卒業を経て、1918年に、海軍兵学校を卒業。海軍大佐として、終戦を迎える。戦後は、第二副院長。 海上保安庁と警備隊で、総会作業の責任者として活動した。日本海軍は、田村急蔵元海軍大佐を最高指導者として、機雷関係のスタッフを揃え、米海軍司令部との接触を続けながら、占領軍式による、総会作業の準備へ入った。まず総海艇の整備を行うとともに、当時解散しつつあった、海軍軍人の中から、 人員の補充確保に努め、全国各地に所在する総会関係選定合計360隻、人員約1900名をもって新たに総会部隊を編成し、1945年9月から10月にかけて、占領政策のために一時中断されていた総会作業を再開。総会作業は、米海軍より、不施嫌いの資料を入手し、占領軍式の下で、 計画的に行われた。朝鮮戦争開戦直後から北朝鮮軍は機雷戦活動を開始しており、アメリカ海軍第7艦隊司令官は機雷対処を命じたものの、国連軍編成後も国連軍総会部隊はごくわずかであった。そこで国連軍は元山上陸作戦にあたって日本側へ海上保安庁の総会部隊を派遣するよう求め、 日本側は田村を朝鮮海域総会部隊の総指揮官に任命。朝鮮水域の総会隊は特別総会隊と呼ばれ、国旗に変えて万国信号遺を掲げるよう指定された。昭和13年7月11日海軍事例広報号外第209号アジア歴史資料センター RFC130 億7 2 7万4100。 昭和13年12月10日、海軍事例候補号外、第271号アジア歴史資料センターレフ、C130 億7207万4800、昭和15年5月11日海軍事例候補、第476号アジア歴史資料センターレフ、C130 億7207万8100、昭和15年11月15日海軍事例候補、 第554号アジア歴史資料センターレフ C130 億7207万9400昭和17年5月1日海軍事例広報第852号アジア歴史資料センターレフ C130 億7208万5300昭和18年5月1日海軍事例広報第1231号 アジア歴史資料センターレフ C130 億7209万1300昭和20年3月9日海軍事例広報高第百7 4 1号アジア歴史資料センターレフ C130 億7210万3700昭和20年10月1日海軍事例広報高第百9 3 6号アジア 歴史資料センター FC130 億7214万8400昭和20年11月2日海軍事例広報高第1971号アジア歴史資料センター FC130 億7214万8900昭和20年12月21日第2福音章事例広報高第18号アジア 歴史資料センターレフ C130 億7216万2100 21昭和20年12月8日第二福音賞事例広報号第7号アジア歴史資料センターレフ C130 億7215万7700漢方本市第7032号漢方本市第7915号漢方本市第8078号 漢方号外第146号。ありがとうございます。